今回のやり方をしていただければカラーの持ちだったり髪質が今までよりぐんと変わってくると思います。チキチキこんにちは、表参道ヘアティストあやまるです。今回はカラーをした日のヘアケアについて解説していきます。せっかくカラーしたのにすぐに色落ちしちゃったら嫌ですよね。美容室のお客様だったりコメントでよくいただくのが、カラーをした日にシャンプーってしていいんですかとか、綺麗に髪色を保つためにはどうしたらいいですかという質問をよくいただきます。カラーって私を含め多くの方がしているかなと思うので、知っておいて損はない内容になるのでぜひ参考にしてください。それでは早速説明していくんですが、今回はそれぞれのポイントが分かりやすいようにお風呂前、お風呂後、寝る前、この3つに分けて解説していきたいと思います。まずはカラー当日のお風呂前から説明します。皆さんからよく質問をいただく、カラーした当日はシャンプーをしていいんですか、ですが、結論から言うとシャンプーはしない方がいいです。これは本来髪の毛は弱酸性が理想の状態って言われていますが、カラー剤の影響によって髪の毛がアルカリ性に傾いてしまい、キューティクルが開きやすくダメージを受けやすい状態になっています。またキューティクルは水に触れると開く性質があるので、髪の毛を濡らしちゃうとキューティクルがパカッと開いて、そこからカラーの色素が抜けやすくなってしまいます。なのでカラーをした日はなるべく髪の毛を濡らさない方がいいかなと思います。その代わりに汚れやホコリを落とすためにブラッシングをやってください。カラーをしてからお風呂に入るまでの時間で汚れやホコリが髪の毛に付着してしまうので、ある程度の汚れをブラッシングで落としてあげてください。美容室で最後カラーの後に巻いてもらうっていう時も、しっかりスタイリング剤つけてガチガチにやってもらうっていうよりかは、そのまま寝れるようなスタイリングにしてもらって、お家帰ってからもブラッシングができるようにしておくといいかなと思います。ブラッシングで汚れを落とすことができたら、髪の毛は洗わないにしてもお風呂には入りますよね。お風呂で体を洗う時とか湯船に浸かる時、髪の毛が濡れないようにこの上の方でまとめてあげるようにしてください。髪の毛をまとめる時もなるべくシリコンゴムとか髪の毛に負担がかかるものは使わず、太めのゴムだったりクリップとかでパコッと留めてあげるといいんじゃないかなと思います。美容室でヘアカラー後にアルカリ除去だったり残留薬剤を除去するメニューがあったら、なるべくやった方がいいかなと思います。最初にもお伝えしたアルカリに傾いてしまった髪や頭皮を健康な状態である弱酸性に効果的に戻すことができるので、髪や頭皮を健康に保ちたいという方はぜひやってみてください。続いてはお風呂後のヘアケアになります。お風呂から上がった後は止めておいた髪の毛を外して軽くブラッシングしてください。髪の毛を洗っていなくてもお風呂の湿気によって髪の毛も湿っているかなと思います。なのでドライヤーをかけるんですけど、その前に必ずブラッシングしてねっていう意味ですね。この時の水分飛ばすためのドライヤーは軽くで大丈夫です。カラーをした後のアルカリ性によっている髪の毛は熱に弱いっていう性質もあるので、なるべく長時間ドライヤーをしたりアイロンを使うっていうのは避けた方がいいかなと思います。ドライヤーで軽く水分を飛ばす時はドライヤーをする前に洗い流さないトリートメントをつけていきます。これは乾燥や摩擦から髪の毛を守って色落ちが早くなるのを防ぐ役割があります。つけるときはまず中間毛先、一番ダメージが起きやすいところを中心につけて、その後はこの表の部分だったり裏の部分だったり、このめくってもらって真ん中の部分にもねしっかりつけていきましょう。で、全体にまんべんなくトリートメントをつけることができたらドライヤーで乾かします。ドライヤーである程度湿気を取ったら、仕上げに冷風を当ててキューティクルを引き締めてあげて、最後に軽くブラッシングをして髪の絡まりを解いてください。簡単に順番で言うと、お風呂から上がりました、まとめた髪外します、ブラッシング、トリートメントつける、温風で乾かす、冷風で仕上げる、そしてブラッシングで終わりです。最後、寝る前のヘアケア紹介していきます。髪の毛は寝ている間に乾燥や摩擦によってダメージを受けます。髪の毛をダメージさせてしまうと表面のキューティクルが剥がれてしまい、カラーの退色を早めてしまう原因になってしまうので、寝ている間こそきちんと髪の毛をダメージから守りましょう。で、そのためにもナイトキャップをかぶるっていうのをすごくおすすめします。ナイトキャップをかぶることで枕や布団などによる摩擦や乾燥から髪を守ってくれるのでとっても便利です。ナイトキャップを持っていないよっていう方はフード付きのお洋服着てフードをかぶってあげた状態で寝たりとか、軽くゆるく三つ編みをしてなるべく髪の毛同士が擦れないような状態で寝るっていうのがいいかなと思います。三つ編みをしてあげるだけでも本当に摩擦ってかなり軽減できるのでおすすめです。ただギュッてやってしまうとそれはそれで髪の毛に負担がかかってしまうので、本当にゆるくもうパタンパタンパタンって折る感じでやっていってください。
で、この時の三つ編みの留めるゴムもできれば髪に負担がないようなゴムがいいので、ちょっと太めのものだったりとか刺繍とかで留めてあげるといいかなと思います。寝ている間って意外と髪の毛ダメージしてしまうので、ちょっとでも意識してあげるといいかなと思います。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回はカラーをした日のヘアケアについて解説していきました。私もね、本当につい最近髪の毛を染めたところです。せっかくカラーしたんだったら綺麗な色を保ちたいですよね。今回のやり方をしていただければカラーの持ちだったり髪質が今までよりぐんと変わってくると思います。カラーをした日、改めてこの動画を見ていただいて復習していただけると嬉しいです。カミニーとは現役の表参道美容師であり毛髪診断士でもあるアヤマルが開発プロデュースを手掛けるヘアケアブランドです。発売時は Amazon ビューティーカテゴリー9冠達成、また楽天市場では発売開始早々に総合ランキング1位を獲得するなど今注目されているヘアケアブランドです。一番の特徴は150万人を超えるフォロワーを持つ SNS を活用している点です。SNS を活用することで広告費を削減し、削減分を原料に充てることでサロン専売クオリティを手頃に使い続けやすく提供する、新常識を作り出すフェアケアブランドです。髪を通して日本中の女性を輝かせるというコンセプトのもと、皆様の髪にいいものを提供し続けることをお約束します。もっと知りたいという方は概要欄もしくは Amazon楽天市場にてカミニーで検索してください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。